今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。キャンピングキットシェラカップステンレス折りたたみ式、お皿カップとして使えますと。で、直火オーブントースターは使用しないでください。直火オーブンオーブントースター、要するに熱いとダメってことなんだね。よくわからんな。食器洗い機はダメ、レンジダメ、オーブンダメ、直火ダメ。明確に直火がダメってなってるね。サイズは約12センチということね。で、ステンレス製ですよと。容量が 300ml ですと。すごい雑な4点電気溶接だよね。4つ、この右下だけめっちゃずれてるしね。で、ここは斜めにカットしてるから、これがねまたね硬いんだよね。ここはカチンってねはまるんだよね。ここが斜めだからね。で、こっちはカチンって入るのは入るんだよね。ここの精度はね良くないね。あまりね切り方は綺麗ではないね。で、ここかしめてるからね幅広くなってて抜けないということだよね。まあここの直径が気になるところだよね多分ね、 DIY する人はね。内側見るとこんな感じで、やっぱりね電気溶接、あのスポット溶接がね貫通してるので、これ穴が開いてるよね。だから下手にあの温めて加熱してこの溶接外しちゃうとここに穴が開くよね。そういう感じです。でよく見るとねやっぱこう斜めってるよね。
この取っ手がね、こうした時にここがね今水平にしてるんだけど、あーこれか、ここがね斜めなんだよね。左がちょっと低いんだよね、右が高い、2ミリぐらいかな、ずれてるよね。だからこう斜めになってるよね。この軸が、この部分がまっすぐこの線に対して直角に混ざってないよね、うん、下が右に行ってるよねっていうところがやっぱり、まあ、雑だなっていう。あとここね、ここに本当は針金をね通すことで、折りたたみじゃないやつはねこういう取っ手がついてるんだけど、ここが通ってないからぺっちゃんこだね。ここねもう潰してるね、グイッと潰してるだけだね。そういう作りだね。うまく110円で作ったなって感じですよね。これ110円ってね驚く人多いけど、これが550円したら本当に驚くよね。それはないよね。このスポット溶接だもんね、所詮安く作れるはずです。まあけどね、300円ぐらいで妥当じゃないかなと思うね。110円はねそれにしても破格だなと思いますね、うん、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。